上段左から順に、共和制ローマ機、ウェスパシアヌス、マルクス・アウレリウス、セプティミウス・セウェルス下段左から順に、カラカラ、ユリアドムナ、ヘリオガバルス、マクシミヌストラクス・デナリウスは、古代ローマの小学の銀貨で、紀元前211年から造幣された。広く流通した効果だが徐々にその品質が低下していき、最終的にアントニニアヌス銀貨に置き換えられた。 ラテン語デナリウスの語義は、十個一組であり、当初の一デナリウスはその名の通り十スに相当した。文語訳聖書、口語訳聖書、新海訳聖書、新世界訳聖書では、デナリ、新共同訳聖書では、デナリオンと表記される。デナリウスは、共和制ローマ時代の紀元前211年頃、第二次ポエニ戦争の最中に造兵され始めた。 当初の重さは平均で4 5ム、当時の単位で言うと172ローマンポンドである。しばらくの間は、その重さで増兵されていたが、紀元前2世紀末には3 9ムまで質が悪化した。ネロ帝の頃までこの重さを維持していたが、ネロ帝により3 4ムに減らされた。3世紀末頃には3ム程度にまで質が低下していった。当初、 その価値はその名の通り十アスとされていた。紀元前141年頃、アスの重さを減らしたことを反映して16、アス相当に変更された。デナリウスは3世紀中頃にアントニーニアヌスにとって変わられるまで、帝国の主要な効果として使われ続けた。デナリウス化は、最終的には、青銅化として造兵されたとみられ、270年から275年に、 アウレリアヌスが造兵させたものと、ディオクレティアヌスの知性の最初の年に造兵したのが、最後と言われている。セクストス・ポンペウスのデナリウスか20世紀より、以前の時代と現代で通貨の価値を比較することは、生産されていた製品の構成が全く違い、支出配分も全く違うため、非常に困難である。期限1世紀に1デナリウスで購入できるパンの量で、換算すると、 2005年の 21US ドルに相当する。従来の歴史家がよく記していたのは、共和制ローマ後期とローマ帝国初期の単純労働者や兵卒の日給が税抜きで1デナリウスであり、パンを 20US ドル分購入できる程度だったということである。ちなみに、アメリカ合衆国での最低賃金は8時間、労働で税込み 58US ドルである。 帝国期のデナリウスの銀含有量は、約50グレーン、または一重トロヨンスだった。2010年現在、その量の銀の価値は 1.7US ドルである。ウェスパシアヌスの妻で、ティツとドミティアヌスの母である、フラウィア・ドミティアが描かれたデナリウス下銀の含有率は、政治的及び経済的状況によって変化した。 ガッリエヌス地政治、アントニニアヌスカはどうかに薄く、銀を塗ったものだった。定期的に造兵されなくなった後もデナリウスは、会計の基本単位として使われ続け、その名の本来の意味を無視した形で新たな、ローマ効果にもデナリウスの名が用いられた。アラブ人は、ローマ帝国のファントの大きな部分を後に征服し、独自の通貨ディナール金貨を発行した。 その名称であるディナールはデナリウスに由来し、今日もいくつかのアラブ国家で、通型にとして使われている。また、1971年までイギリスのペニーの略記として D が使われていたのもデナリウスに由来する。フランスでは、ドゥニエという高加名として生き残った。かつてのユーゴスラビアや、 現在のセルビアでもディナールが通過単位に使われており、これらもラテン語のデナリウスに由来する。マケドニア共和国のマケドニアデナールもローマのデナリウスに由来する。イタリア語のデナロ、スペイン語のディネロ、ポルトガル語のジンヘーロ、スロベニア語のディナー、カタルーニャ語のディナーはいずれもお金を意味するが、すべてラテン語のデナリウスから派生した単語である。 クインテス・アントニヌス・バルブスのデナリウスか、アウレウス・金貨は、財産として貯め込むための通貨だったと思われ、日常の取引には高すぎてほとんど使われなかった。貨幣研究家は、アウレウス・金貨は進行低即位にあたっての軍団への、ボーナス支払いに使われたとみている。1アウレウスは25デナリウスに相当した。聖書では、 一デナリウスを典型的労働者の日給として言及している。ヨハネの目白く六章六節、各て我四つの活物の間よりいずるごとき声を聞けり。曰く、小爆五号は一デナリ、大爆一章五号は一デナリなり、油とブドウ酒等、外船には、明確ではないが一デナリウスの価値が示されている。 大人1名の年間小麦消費量は60モディウスで、イタリアでの市場価格は約60デナリウスであった。これは当時の平均年間給与の26.7%の金額に相当した。また、大人が1日に消費する食費等はニアスであり、年間総額は45から50デナリウスであったという記録もある。ローマ軍団兵の年俸も 価値推定の参考になるため、年俸の変遷表を次に示す。なお、参考までに、日本の自衛官の年間給与例は35歳2層で、約520万円、45歳3差で約767万円で、ある。ディオクレティアヌステイが最高価格例を出した頃は、インフレが進んでおり、当時の給与水準について、農業労働者の日給は25でなりうす。 石切子は50デナリウス。物価水準については、ワインは0.54リットルが8デナリウス。小麦は1グ用。モディウスが100デナリウス。米なら200デナリウス。豚肉は327グラムが12デナリウス。牛肉なら8デナリウス。一級品の革靴が102デナリウス。一級品の兵士用マントが4000デナリウス。であったという。ありがとうございます。